寂しい磯じまえ、お腹が緩くて回数増える、ハゲしか寝たない残念な男、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は木曜日ということで、私急遽今日は休みになっております。いやー、もう体調ボロボロの上にちょっとショックなこと、衝撃的なことがありましたんでですね、ちょっとかなりやられております。いやー、もう今日もちょっとぼやきできないなとか思ったんですけども、一日ずーっと横になってました。なんでかねーって感じで、まあ嘘であってほしいなと思いますけど、かなり確定してるみたいな感じの情報も入ってきてますんでですね、まあ分かってある方は分かってるみたいなんで、もう皆まで言いませんけど、なんかショックですね。なんか悔しい感じがしますけどですね、まあいろいろ事情があるのか、それともただの自分自身のゆっくり負けたのか、わかりませんが、なんかね、悲しくなりますね。せっかくね、盛り上げていこうと思っても、こんな感じやったらいかんでしょうっていう感じですけどね。いや、私はまあちょっともう体力的にも今もちょっとかなりやばい感じですね。なんか疲れました。こんな感じでございますが、一応今日もねやっとかないかなということで、今日すいません、もう後半続きはちょっとなしで、もうこれでサクッと終わらせてもらおうと思うんですけども、ほんとしつこいですわこの風は。ほんと皆さん、ほんと気をつけてくださいね。吉野さんがね、なんか今日普段から健康を意識して頑張りましょう言っておりましたけど、ほんとその通りで、皆さんもご自愛くださいませ。それでは明日は金曜日ということで、あと1日ですね、頑張れば皆さんお休みですね。私また1週間頑張ろうかと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様です。テッケニー。